これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところからいつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。ある日、突然アルテア星に世にも不思議なことが起こった。不思議だ。砂漠に花が咲いた。なんてことでしょう。まあ綺麗なこと。花じゃ花じゃ、こんな砂漠に。その花はアルテア星の砂漠や町の中に咲き乱れた。ガルラ軍団との戦いで荒廃した人々の心にも久しぶりの平和が戻ったかに見えたが、これが砂漠に咲いた花なのね。本当に綺麗。いい香りだわ。ありがとう。ラララララ。だが、そうした幸せもつかの間であり、同時に恐ろしいことが進行していた。幻の宇宙花。グジ、一体何が起こったんですか？これを見てくれ。おお、なんてことだ、これは。原因は昨日砂漠に咲いた花の花粉によるものらしい。まさか、あの花が。患者を城内に入れて手当てをしてください。は、かしこまりました。ドクターギオール、状況はどうですか？よくありません。患者は増えるばかりです。姫からのお達しです。患者を城内に入れて手当てをするようにと。ありがとうございます。しかし残念ながら、我が星にはあの花の花粉のアレルギーを抑える特効薬がないのです。
ではどこに行けばあるのですか。アマゾン製のアマゾニアという花以外にはありません。何、アマゾン製のアマゾニアだと。そうです。死んだものでも生き返ると言われているほどの特効薬です。ああ、アマゾン製か。ライブル、言われた通り花は一つ残らず焼き払ったぜ。これでまあ一安心だな。なんだなんだ、みんな不景気な面してよ。花を焼き払ったぐらいじゃ拉致があかんのじゃ。アマゾン製にあるアマゾニアという花の特効薬がなければダメなんじゃ。そんなら取りに行ったらいいだろうが。今ならゴライオンでアマゾン製までひとっ飛びだぜ。今が一番アマゾン製の軌道がアルテア製に接近する頃だ。だがアマゾン製は普通の惑星とは違う。絶えず強力な磁力を発しており、ゴライオンといえどもメカを狂わされる恐れがある。どうしたよ天気屋、さっきの元気はどこ行ったよ。冗談言うな、まだここにある。もしかするとブルーライオンなら磁力に妨げられることなく奥地まで行けるかもしれないわ。なぜだ。アマゾン製では水の中は比較的磁力は少ないって聞いたことがあるわ。だから姫様、どうなされました。姫、すごい熱。まさか。早く姫様を病院に運んで。はい。ライブル、直ちにアマゾン製頼む。よっしゃ、わしも行く。お、ジェフ。お天気や。悪いな、姫まで病に起こされちゃ俺たちの大ピンチだ。アマゾニアとやら俺が取って帰るぜ。あいつ無理しやって。お天気やらしいぜ。アマゾン王、見たか。バカなやつですな。ファーラ姫がやってきたのだ。早く捕らえろ。ゴライオンをおびき寄せようと罠を張ったのに、かかったのは一匹だけか。早く捕らえんかい。はっ。いいけどもいいけども、アマゾニアどころか花一つ見つからねえじゃないか。情報では確かにこの辺なんだかな。滝か。よし。思いをするなら生きがって一人でなんか来んじゃなかったよ。参ったな、腹減るし。お？ありがてえ、これはどうやら水だ。なんだ？蜜を盗むとは不届きなやつ、殺してやる。待ってくれ、腹が減ったんでつい手を出しまったんだよ。あんたは一体何者？アルティア星から来たんだ。重い病気でも治すことができるアマゾニアっていう花を取りに来ただけなんだよ。何？アマゾニアをそう簡単に取れると思ってるの？アマゾニアの花弁一つでも許可なく取ったものは死刑よ。この蜜だってそのアマゾニアから取ったのよ。じゃあアマゾニアはこの辺にあるのかい？お願いだ、病気の市民や姫のためにそのアマゾニアを分けてくれ。ダメよ、アマゾニアやその蜜を盗んだ者は死刑よ。何？さあ、アマゾン王の前へ連れて行きなさい。お願いだ、そんなこと言わないでアマゾニアを分けてくれ。なせろ。頼むよ、アマゾニアを。なんと、ファーラ姫でなく貴様だったのか。なぜだ。いえ、
姫はなぜ来ぬ。言わぬか。申し上げます。エミか。なんだ、申してみ。はい、この地球人は捕らえられた時、病気の姫や市民のためにアマゾニアを分けてほしいと申しておりました。何、ファーラ姫が病気。そうか、それで貴様がブルーライオンで。ホネルバ、お前の罠もまんざらではないぞ。これでゴライオンを葬り、ファーラ姫を我が手に収めることができる。そんなことをさせてたまるか。公爵な、よいよ、誰も手を出すな。こやつは俺が葬る。シンクレイ、覚悟。バカめ、この星のあちこちに強い磁力を持つ岩石があるのを知らなかったのか。死ねい。仕留め損なったか。ここから落ちればおそらく生きてはいないでしょう。よし、念のためにブルーライオンを見つけ出し破壊しろ。はさて、極上の特効薬を出せ。わかりました。しかしただではお分けするわけには参りませんぞ。なんだと。アマゾニアは丹精込めて作らねば良い花は咲かせませぬ。そのためには気が遠くなるような費用がかかりましてな。大バザール大帝王はその辺のことはよく分かってくださりますぞ。もう良い、薬は父上から分けてもらうわ。お待ちを。大バザール大帝王に差し上げた薬ではそのファーラ姫とやらの病気は治せませぬぞ。何、それはどういうわけだ。大帝王に差し上げたアマゾニアのエキスをまともに飲んではたちまち副作用が現れます。薬の調合が違うのです。で、いくら出せばファーラ姫に効く特効薬を。大型ボンベ一つで金の延べ棒200本はいただかないと。そんなに金が欲しいか。はい、ならばくれてやるわ。わあ、何をする皇太子。俺様に駆け引きが通用すると思ったら大間違いだ。命が欲しかったら部下に特効薬を残らず俺様の宇宙船に積み込むように言うのだ。わかりました、皇太子の言う通りにしろ。早く。はい。もう一つ土産をもらおう。父上から絞り上げた財宝をな。なんと。それをもらったらもうこの星は必要ない。皆殺しだ。皇太子、それはレッドマンにそのように申し付けましょう。俺様を怒らせたらどうなるかよく分かったな。バカめが。ひどい目にあったぜ。よし、一刻も早くアマゾニアを。これが探し求めたアマゾニアである。やめて。うるさい。なんてことを。死ねえ、アマゾン星人ども。おお、ブルーライオンだ。さてはあの男、生きておったか。ひどい。
しっかりするんだ。ひどい、全滅だわ、アマゾニアが全滅だわ。これでアルテア製の市民やファーラ姫を病気から救う道は断たれてしまったのか。これで、これで、これは、これで十分病気を治すことができます。アマゾニアの種です。どうかお願いです。残った種でもう一度ここに花を咲かせてください。お願いします。わかったよ。全宇宙のために必ず元通りの花を咲かしてみせるよ。エミ、エミ。その頃、シンクライン率いるガルラ軍団はグレーダム城に向けて総攻撃を開始していた。我々はアマゾン星に総攻撃をかけ、ゴライオンの一人クロガネを葬り、アマゾニアも根絶やしにした。今や特効薬は俺様の手の内にしかない。ファーラ姫を救えるのはもはや俺だけだ。直ちに城門を開けろ。シンクライン皇太子、ゴライオンが現れたな。合体できぬゴライオンなどただの鉄の塊。デスビートルで奴らを粉美人にしてしまえ。軍団と戦っております。行かなければ。私も行かなければ。姫、行けません。姫、無茶です。一体どういうおつもりですか。姫、神様。出てきたんだ。寝てなきゃなんないのに。神様、姫様と市民をお救いください。奴らは悪魔だ。罪もない市民まで犠牲にするとは。
スビートルダブルソード、もう少しでアルテアを降伏させ、ファーラ姫をものにすることができたものを。シンクライ父上、なぜわしに無断でアマゾン星に攻撃を仕掛けたのだ。俺は駆け引きをする奴が嫌いだ。だからアマゾン王を葬り、アマゾニアを根絶やしにした。アマゾニアを根絶やしにしただと？あれはわしにとってなくてはならない長寿薬。それをうまいという奴は。ご安心ください、当分は困らぬだけのアマゾニアは持ち帰っております。それに父上から巻き上げた財宝も。さすがは我が息子、酒の用意をして待っておるぞ。たわけた父よ。ブラボー、ファーラ姫万歳。ありがとう。おかげで姫も病気にかかった市民もすっかり良くなった。私からもお礼を言うわ。ありがとう。もう、いや、何、それほどでもない。あー、いいんだな。僕にもしてよ。わかったわ。じゃあ目を閉じてね。うん。4回もやってもらえた。うわー、やったー。あ、そうだ、俺は行かなくっちゃ。ん、どこへだ。いや、約束したんだよ、アマゾン製のエミーとな。残った種を美しい花にすると。お願い、その約束私にもさせて。姫、黒金、姫の願いを聞いてあげろ。ああ。ファーラ姫は友情の花を咲かせるためアマゾン星に向かった。そしてそこが永遠に平和の花園になることを願った。さて次回は、ガルラ大帝国の記念日に敵が大攻撃を仕掛けてきた。それを跳ね返すのは5人の団結とゴライオンの V フォーメーションしかない。5人は特訓に特訓を重ねていく。次回13日の金曜日、お楽しみに。